おはようございます。急ぐ急ぐ、47分、あと40分、何があるかわからないから、おはようございます。ちなみにこれまだ放送には載ってません。よっと、今放送ここから。あれ、あ、行った。おはようございます。詳細何も書いてない。そう、もう詳細書く暇もなかった。急いで、みなかみ駅47分だったかな、9時47分か。今ここ行ってますよね。吉川君、おはようございます。急がにゃ、もうドア駅に、おはようございます。ドア駅に寄るとか寄らないとかそういう話じゃなくなってる。あそこは8時からで、その後ドア駅は、ドア駅何のことかな。この前スプの映画に出てたね。見てたよ。スプ今ここでっぱなしだったけど。あ、夜も言ってたのか。おはようございます。忘れてたけど、ドアイが楽しみです。ドア、あ、いや、うん、通過するときに写真だけ撮る。トラックをリセットして、よし。さて、水上駅にあと40分以内に、水上駅でパッキング完了してないと、次に列車が来るのは昼前ぐらい。いい天気ですね。天気いいですよ。おはようございます。温泉街じゃない、水上温泉街ですね。ここは温泉街のペンション街です。ただこっちは今まだかなり寒いんですよ。何を消しました。谷川岳がさちょっと雲に隠れてしまいましたね。天気はいいんですけど、山の向こうはあまり良くないらしいです。朝まで降ってたらしい。だから土たるで降りるかどうかはちょっとまだわからない。あ、行ってきます。気をつけて。宿のテンションがですね、常連さんが半分ぐらいいたのと、かなりユースホステルの中でもテンション高いですね。宿のオーナーさんがテンション高いからな。だから昨日もう0時近くまで酒盛りみたいなことしてたんで、お世話になりました。お世話になりました。いいところだな。あ、そうだ、 GoPro もちゃんと動いてるか確認しよう。ペンションの塊ですね、ここは。あ、サイクル野郎の話するの忘れた。テンション高いのと、なんか放送やると、あの雰囲気壊しそうだなと思ったんで、昨日は放送しませんでした。で、あとですね、昨日オーナーさんが言ってたんですけど、ここの斜面、ここ実は下にヒートなんとかがついてて、凍結しないようになってます。なぜかっていうと、凍結すると、車がみんなあそこにぶつかるから、あそこの正面のペンションにぶつかるからだそうです。邪魔しました。でしたね。ここが凍ってしまうとみんなあそこにぶつかるからだそうです。で、あっちのペンション側としてもそれはもう、お、わらわら、床暖か、なるほど、行ってきます。お前らは大物なんなんだよ。わら、ありがとうございます。ヒートテック、あれがオーナーさんです。ロボさん、おはよう。行ってきます。わこつです。よっと、わら、なぜそこにペンション作ったし、わら、戻ってくるの？いや、何件？オーナーさん、バイバイ。柿色のシャツの、柿色のがオーナーさんですね。テンション高い、桃屋荘にまではいかないけど、かなり通じるところがあるんじゃないかな。朝からテンション高い。やった。気をつけていきます。かわいい女の子は実は昨日自転車で日本半周してる20代の女子が一人で泊まり来てたらしいです。ちそう、昨日、実は今日、今回の谷形ケースには大学生のヘルパーさんが来てるんですけど、まあ、男の、あ、カメラ角度大丈夫ですか。
チェックするの忘れてた。20代女子と会わなかったのか。あ、そうそう、20代女子は昨日じゃない、一昨日か、泊まったのは一昨日らしいです。で、このシャリガダケユースも一昨日はその女子の人一人だけで、その前と前お客さんは平日はいなかったそうです。まあ、ゴールデンウィークになってからですね、やっぱり。GPS ログは大丈夫です。そうそう、これがオフになってると。で、GoPro もさっき今というか、今チェックしました。いて。結構知りたいな、今日。知りたいよ。尻のですね、サドルに接する、左右の骨の部分。骨のサドルに接する部分。雨は、この夜もまた降ったのかな、この辺り。座骨なんですかね、これ。いて。座骨とシートの、座骨とサドルの間挟まれてる筋肉の部分が痛い。これもだいたい1、2時間したらほぐれて大丈夫になるんですけどね。輪行でとりあえずトンネル抜けて土たる駅までって考えてるんですけど、その辺りもまだ降ってるっていう話をさっき小野さんが言ってたんで、さらにその先下ったとこまで輪行してしまうかどうかは駅で様子を見てから。あ、ロードヒーティングか、そうそう。で、あれが昨日ツタが張ってた、ホテルの中井さんの社員寮らしいんですけどね、あそこ。で、ツタが覆ってるんですけど、あの一部はまだ使われてるらしいです。ドアイなんてなかった。ドアイに行ってるともう間に合わない。一応今日ですね、2時間ロスを覚悟すればドアイに行って寄れるんですけど、それだと今日の宿までたどり着かない可能性がある。そう、中井さんの社員寮、オーナーさんに聞いたのと昨日コメントで教えてもらいました。そう、宿はですね、2日前に三星ハウスっていう、いや寝坊じゃないけどよく寝たな。で、そこが水上の市街地っていうのかな、まあ、駅周辺の。パソコンはウエストバッグというかヒップバッグの中に入れてます。小さいパソコンです。駅どれだ。駅はドアイは上るのに10分かかる階段があります。下りホームだけがその地下80メートルというのか、いや地下80メートルでいいですよね。地表から80メートル下にあるトンネルの中なんですよ、ドアイ駅。なんでそんなところに駅作るんだっていう話ありますけどね。泊まりで水上駅からドアイ駅まで2駅なんですけど、標高差が160ぐらいあります。170か。エクスプリット、まだ試してないです。家に帰ってから近所でテストですね、やるとしたら。のどの辺に、群馬県の最北端のあたりです。新潟県との県境あたり。集落があるからか。そう、いきなり輪行。これからパッキングしますよ。寒さは結構寒いけど、日が照ってるからまだマシですね。で、向こう、トンネルの向こう側の状況は、アメダス見る限りは、降雨量はゼロだけど、日照量もゼロですね。だから超曇ってるのかな、向こうは。で、向こう側にの駅に着いたら、降りるかどうかをホームに止まってる間に判断しなきゃいけない。そうそう、輪行です。で、確か47分だよな、列車の時間は。車載でもトンネルの中に入るから、まあお客さんがいなかったらトンネル入る手前まではつけときますかね。青なった。今日も風強いですね。でも向こうに出たらまた全然風が変わるはずです。何が混んでる。輪行はパッキングじゃないよ。パッキングは見せます。で、あとは乗り込むときにお客さんが少なければもうそのままつけといて、で電波切れたらそれでおしまい。あとは向こう側で配信再開するのは駅をどこで降りるかを決めてからですね。そう、パッキングは前橋こっちがまた、そうそう、あと群馬県の中でこの辺りの水上の辺りは天気が全然違うんだそうです。雨がよく降るって言ってたかな。あと数日前雪が降ったらしいです。ここふざけんなよ、寒すぎるだろ。おはようございます。
帰ったら尻がまだこわばってて痛いな。何度くらいですかね。何度くらい、今10度は割ってそうですね。東京芸大卒業作品展、東京芸術大学っていうのが上野公園の近くにある大学なんです。だっけ、あ、そうでもそのあたり個人情報だからあまり話はしない方がいいのかな。ちょっとあの宿で一緒、宿にいた人の中にそういう人がいて電車乗るの、あの、こっから新潟側に抜けるためには高速道路に乗るか列車に乗るしかないからです。風強い。あとこれ多分、これ多分谷川岳の雪解け水だと思います。風強い、風強い。利根川ですね、利根川の相当上流のあたり。いや風強い。これも山から下ろしてきてる風なのか。道がないんですよ、向こう側には。向こう側に繋がるのはで、一本西側にですね、三国峠っていう、あの水曜どうでしょうにも出てきたあの国道があるんですけど、あっちが R17 でしたね。昨日は勘違いしてた。 R17 の方はあんまり自転車で走っても楽しくなさそうでした。なのであえてこっちに来てます。谷川岳はなんか死人が出る出るっていう話してましたね。犬だ、うわ丸犬だな。谷川岳は世界で一番死亡件数が多いんだよ。世界で？犬散歩だ。今回は一人で来てる人が多かったの。世界一って本当かな。犬がスンスン言ってる、スンスン。で、あれは何？シンプルな散歩中に、いやそれは放送中だとやりづらいですね。で、このスペースはどうでしょうは、あの原付の東日本の時ですね。間に合うと思います。大丈夫だと思う。これは本当なんですか？そんなに。いや、駅はもうちょい向こう側ですね。うん、この辺りね、あるんですよ。ギネスに行って。あ。SL の整備作業って、これ元ホームってことか、この辺りは。SL 運転、いや、私は調べてきてないですけど、どうなんですかね。で、これが SL。登山、死者の話は登山の話らしいです。ギネスに、そのギネスに認定依頼する方もする方って気がするけど、誰が出したのそんなの。やった。あ、デゴイチだ。 D51745 745ってのは片名なんですかね、それともシリアル番号みたいなやつかな。あの時の映像を見るとあんまりなんか自転車で走っても良くなさそうな道だなと思って今回避けました。多分デゴイチです今の。D51 って書いてあるから、やった。ネームプレートだけ差し替えられてても私は分からん。あ、なんか列車来てますね。確かここって水上駅だったかな。あのどっちから来る列車もここであの乗り継ぎになるとかいう駅はここだったかな。あそこにあの白地にグリーンのラインが入った、シルスというかクリーム色かな、あれは。いや、多く、あ、そうなんですか。デゴイチってそんなにたくさんあるんですね。まあ今動くのが残ってるかどうかは別として。そうそう、あくまで記録で撮ってます。ちょっとそうですね。あー、自転車クロスバイクですって。駅前いろいろあるな。水上駅前結構すごいですね。バス停も4つある。6番まであるから6つあるのか。おー、湯の花まんじゅうとか。そうか、温泉地だからな。そういや温泉地だった、ここ。バカ、
そのバーカバーカ、おお、ああ、何か商品が飛び散った、風で落ちて。で、駅は新しいですね。よっと、みなかみ駅。宿は、温泉は中にはないんですけど、外に入りに行きました、みんなで。なんかひっくり返りましたよ。サイクヤローの話も忘れてたな。どっか風防ぎながらできるとかないかな。ここでいいか。じゃあここで、みなかみ寒いっす。国内に。よし。カメラは、放送してるのはウェブカメラのロジックル C905M ってやつです。で、コメント読み上げをこっちで見るようにして、ログインしてから、ちょっと待ってください。読み上げを近くで聞けるようにしてから、パッキングします。接続で。お、行ってらっしゃい。あれ？鳴らない。あれ？鳴らない。あ、来た来た。そうですね。みなかみは、こっちは新幹線に来てないはずですね。上毛高原駅が新幹線の駅かな。もうちょっと下の方にある。この辺りはもう新幹線はこうトンネル中らしいです。じゃあ、パッキングするので応答あまりできなくなります。私の声も遠くなります。もうちょっと下、こんなもんいいですかね。一応列車の時間見てきます。放送切れたか。Okay.
もちろんポタファイを持っていたからです。これで角度バッチリですよね。47分の列車なんで余裕がありすぎる。超ネジでつけられるようにしてます、キャリアを。そうか、イランフラグを。温泉は近くにあります。温泉地泊まってました。あ、聞こえます？周りは静かだからかな。ポタファイはいつのことですか。あれ、気がついたら、あ、スイカ確かここ入ってるはず。でも残額足りないんじゃないかな。温泉か。後ろがちょっと暗くな、ないか。使えますよね。確か水上駅を駅で調べたら、あ、ザガネ入れてます。どこまで列車、少なくとも土樽駅までは行って、その先どこまで乗るかは。常連含めてできるだけみんな行ったことがないとこっていうんで、40分ぐらいさまよってえらいとこに行きましたよ。月夜の温泉っていうところ。そう、32時。聞こえてます。運転僕らオーストリッチ。今これで読み上げてます。
月夜野町、月夜野と水上と、あと新なんとかだったか新なんとかっていう村が3つくっついて水上町になったらしいです。快適なパッキング、飛行機の時はパッキング、あのペダル外すんですけどね、新幹線ぐらいだったら大体外さない。混雑が予想される場合は外します。映像かな。そうですね、ペダルはついてる。わあ、エロい。これはダメになる。パッキング配信ですね。ペダルは外さないかと。ペダルは、いや、外す場合もあります。できる限り小さくしようとした場合は。風がペダル外装かと思ったら、レンチ持ってこないといけないな。風が強いよ。よし、銀行って別料金なの？風が、銀行は2000年頃から無料になりました。JR では。あ、ワンタッチで外せるのがありますね。今日はループは飛んでる中。そうですね、今どこですか。今、水上駅前。URL 省。ありがとうございます。早くしないと間に合わないよ。大丈夫、楽勝。パッキングできる代わりに場所取るってんで嫌う人もいるんですよ。わざとギリギリを楽しみます。ギリギリマイスターなんで。中で撮ります。次枠お疲れ様です。どうすっかなこれ。
今動画の方目回ってますよねこれ。よし、もう来てる。あ、もう停車してんのか。せっかくだったらいいかな。まあ、土田駅まで400円か。ご希望の乗車日をお選びください。立ち土田る。乗車券。出すのめんどくさいから、現金をお入れください。クレジットカードご利用、お釣りや切符の取り忘れにご注意ください。領収書が必要な方は領収書ボタンを押してください。切符と硬貨を400円の切符でこれが出てきた。それ列車の中行ってから枠取ろうかな。あれか、結構秒数長いな。あれ、ん2番線はあれか、上から先の上越線はスイカ使えませんか。やっぱ買ってよかった。来てたらなかったな。結構ホーム渡るのに歩く。ドア半自動か。
人のボックス席に一人で座って他の人映る可能性を消したいんだけど、あった、よっと、お願いいたします。大きなお荷物をお持ちのお客様にお願いいたします。床に置かれますと、そこを通るお客様の妨げとなる場合がございます。またドアに立ちかけますと、ドアが開いた際、ホーム上線路上に落ちることがございます。またドアに挟まりまして破損の原因ともなりますので、大きなお荷物をお持ちのお客様、管理方をお願いいたします。またお荷物は整理をいたしまして、網棚の上回しますとご利用くださいますようお願いいたします。配信で、うお、眩しい。またこの色。お願いいたします。あ、私のこれウィンドブレーカーが反射してんのか。ご利用の列車は普通列車だ。動画回転次は指揮れません。指揮とドアイ、ズシタル、エッジゴ中だと岩原スキー場前、エッジゴイドアの順に終点の長岡まで各駅に停まります。海
下モニター到着は10時21分、まあ、メイカ待ち10時50分小出11時11分下モ川口11時22分小出が11時29分終点長岡11時47分の到着です。列車は3秒で運転しております。お手洗いは一番後ろの車にございます。車内は全て禁煙です。お玉子はご遠慮ください。携帯電話のご使用は周りのお客様のご迷惑となる場合がございます。何時にはまだわかんないです。土樽駅までは行くつもり。また優先席付近では携帯電話等の電源をお切りください。電車のドアは発動です。電車のドアは手動ですのでお手数ですが手でドアを開けましてご利用ください。窓が結構曇ってますね。これ電車のホームの間に段差隙間がございますので足元には十分ご注意ください。お忘れ物落とし物ございませんようお降りください。どうしてまだ出てるな。ご利用くださいましてありがとうございます。あのドアは半自動って書いてあって停車中は手で開けます。ボタンを押すんじゃなくて手で開けます。現在地は水上駅の近く。次は指添駅。ドロミちゃんはさすがにできないですね。車内だとお客さんはまあまあ乗ってるんですよ。あの1車両に1人とかじゃなくて1車両今20人ぐらいですかね。みんな余裕で座ってますけど。そう、車内は暖かいです。めちゃくちゃ暖かいです。ただこれ窓ガラスがかなりあの雪とかがくっつくせいか割と曇ってますね。これから先突然内の走行が多くなります。窓から手や頭などの音大変危険ですのでおやめください。自転車あそこ見えるかな。すごいな。あ、ここでも電波来てる。排気で、いや、ま、ガラス、あの、プラスチック自体が汚れてる感じですね。いやもうすでにトンネル。あ。すごいな。また来てますよね。あれ終わった。上り速度出てるのに200あったらいけると思うけどな。ですごいとこだこれ。近い駅ですねこれ。これまだあのドア駅の一つ前に指添駅です。
いかれる感じもいいんだよ。あ、反対側来た。さて、まだ時間ないはずだけど、なってた。 GoPro 本体の音声じゃないとダメだな。じゃあ音のせい、上空は繋がらない。なんで？一旦切って。5分以上あるはず。おかしいな。雪がそこら辺中に残ってる。そこにも残ってる。あ、繋がった。というか、見直したいな。あと6分か。上り速度は聞こえます。すいません、本当にトンネルに入る警告する前にも切れちゃいましたね。失礼しました。あと音が小さいな。いいよ。土樽駅晴れてます。なので降りました。乗車じゃないや、下車した人間私だけでした。土樽駅降りました。そこ横を走ってるのがあれ有料道路ですね。うん、でそこ見えますかね、雪。そこら辺中残雪だらけです。気温はそれほど低くはないです。今は土樽駅、今ここ出し直しますね後で。
雪が、そう、樽ですね、確か濁らないんですよね。この状態です。あの列車に置いてかれた感じがすごく良かったです。でも車があんだけ走ってるから最果て感はないですね。お菓子の読み上げの音が小さすぎるな。ちょっと待ってください。山置いてかれました。そういうシチュエーション私好きなんですよ。そうそう、ですね、ドアイは終わりました。あのドアイですね、ホームから例の、あの登るのに10分かかる階段の下の方だけ見えてたんで、それは撮影してきました。1日ですね、10本はあるかな。ただ今これ列車行った次の列車2時間後ぐらいです。読み上げ小さいな、なんでだ、仕方がない、こっち上げるか。越後中里、次の駅のことですかね。よっ、すげーと出てます。駅から出ます。やっぱり階段で行かなきゃダメなんだな。鈴樽駅、読み上げ切れたかな。体にワイヤー巡らしている状態で物を担いだりするから、どうなった？テスト。おかしい。音が鳴らない。ミュートだ。ブズリミュートボタンを押しちゃってました。これで読み上げるはず。お、棒読みちゃんが死ぬ、死んだ。棒読みちゃんが、ちょっと待ってください。もう一度立ち上げて、よし来ました。新潟に入ったはずです。よし、今日は雪が出そうです。よし、ちょっと FM 入りじゃなくて通常配信ですけどね。お、過去に、よいしょ、日向だったら大丈夫だと思いますよ。この階段のコンクリ具合が、いや大丈夫です。うん、階段。おお。ん？もしかして私の音声が今言ってないんですかね。やった。よいしょ。あれ言ってますよね。もう音が聞こえない。あ、ダメか。なんで？よ、あれ言ってない。こっちには言ってるのに。あれ？じゃあ次逆で。
じゃあ次枠で風があるからこの中で取っていこう枠を。お疲れ様です。お疲れ様です。引き直しで歌手のこれは音声の方行ってんのにな。生まれた枠取りでおかしいな、はい、音声入ってるように見えるけどな。じゃあ改めて枠情報ちゃんと入れよう。ページ来ない。テンポ悪いな。ちょっと入れよう。箱の中の電話をご利用ください。こんにちは。あ、すみません。速度は
音声どうですかね。あ、そうだ、FML 見ればいいんだ。あ、入ってない。なんで、うーん、うんですね、なんでだろう。これは PC 再起動してみますと、今こういうとこです。ちょっとこれ見せた状態で再起動しよう。ではで再開して、あ入ってるよな。いやでも小さい。なんかおかしいな。どうなんだこれ。ちょっと早くにしよう。テストテスト。入ってるな。再開しないと。なんだろうな。
録音再開。録音再開でリンクさせて、予約枠取るかこのタイミングで。もうこっち着いてから20分も経ってしまった。あれまた入ってない。あ、ロジクールになってる音声が、いつの間に。まあいいや、再開。ちょっとでかいな。で、読み上げの出力先が合ってるのに今度は読み上げが出ない。厄介だな。読み上げが何、あ、そうだ、さっき切ったんだっけ。ちょっと待ってください。よし、来た。あ、しまった。やっと。よし、で、予約枠に、あ、しまった。予約枠に、いや、もう降りたところです。一旦これ終わらせます。ちょっと後で。そうにゃ、
手入れから組み立てますかね。風があるかな。まあでも日が照ってれば。ああ大丈夫かな。ちょっと待ってください。今戸を閉めていきます。よし。うわ。今音声は言ってますかね。読み上げは今本あのスピーカーから出さずに iPhone から出そうとしてたんで、これでいいかな。音声聞こえますか。大丈夫ですかね。じゃあ組み立てます、じゃあ組み立てます。 OK。無料ですね。前は260円の手荷物料金かかりました。
さっきやったからもういいかな。できるだけ細く巻いた方が入りやすいです。ある程度長くても押し潰せるんで。でリンク国道が繋がってないから、ブレーキが壊れた。そんなことあった。直そうとしたら、ここが基本的に速いと思います。だってそうですね。すごい雨だったらあんま買わなかったです。去年豪雨の中走ったけど、泥除けあるかないかもう関係ないぐらい降りました。
ンドルもそう横に向けてハンドル横向けにして入れますね。あそこになんか自転車乗りの格好の人いるんですよね。なんでここにいるのあの人は。こっちまで登ってきて折り返していくのかな。どっかに自転車があるはず。あ、階段がそこにあるってことはもしかして、いや車ここにあるから車道で行けるはずだよな。よっと、なんかさ読み上げをヘルメットスピーカー側の読み上げ復活させて55ぐらいかな、これでよし。で、iPhone 側の方は切って、そう、雪バリバリ残ってます。これでよし、いいか。あー、電波いいな、ここ。こんな場所で、あれ市長、はい、じゃああとは荷物をつけて走るだけ。細かい、あ、あれか、今なんか質問されたけど、なんて言われたっけ今。あそこ沿いだから電波いいんですかね、これ。一般道的には僻地なんだけど、近くを高速を走ってるから。アウター、そうだ、今日ですね、半袖アンダーと長袖ジャージとウィンドブレーカーの3枚だけなんですよ。これ下ると寒いかな、雨具今のうちに着といた方がいいかな。まあ、とりあえずやってみよう。で、準備完了。うん、エンドコナグつけてます。私はあの立て方の不審な影、あれ GPS 信号消えた。で、GPS の方が今日の予定ルートを表示オンにして、マップ上で確認で、あれ？どれだ？これか。じゃあこれじゃない。お、いらっしゃい。さやか放送。逆の耳に聞こえるのはなんか聞いてる方が心汚いからなのかな。これでもない。どれだ？これか。今日の予定ルート、これだ。これをマップ上に表示して、うん、駅ストリー駅、お、パトロールカー来た、通報されたか。森下組、あれって車の見た目は全部一緒だけど、それぞれあの所属する会社は違うんですかね。よし、準備完了。よし、GPS ロゴ OK、 GoPro OK。 そうだ、 GoPro はずっと続けてるから大丈夫だよな。ん、物が安い、ちょっと聞きそびれた。あ、そうだ、 GPS はあのガミノイトレスト30ってやつです。トイレが行ってきました。で、ちょっと待ってください。あと、ポタハイを今日朝からずっと外部電源につながずにやってきたから、使い続けると電池切れてしまうので、パワーコンドにつないで、確かに、今駅の中に入っていきましたね。で、給電スタートして、これでよし。あ、そうだ、自動延長確認します。ありがとうございます。サドル、これ相当のものがないんですよね、市場に。今は土樽駅、国道がつながってないんで列車輪行で越えてきました。もう10時半だ。自動無料延長はオンにしてます、一応。でも動くかどうかわからない。え、もう10時半どころじゃない、もう50分。サドルカバー、フリキュア、フリキュアって何時から何時までなのかな。ああ、もう今度は講義出てなかった。ゲストハウス、ユースホステル最優先ですね。18分経過、うん、これからしばらく下りです。下りは寒いんですよ。もう出てきた、走った。
うん、石垣です。石垣、あ、ボンベ持ってます。この中に入ってます。ボンベってあの空気入れのインフレーターのことですよね。あの二酸化炭素入ってるタイプのボンベは私使ってないんですけど、今は土樽駅出発ゆっくりなんですよ。質問されてた、何が。じゃあ土樽駅からようやく出発。ガールが言ってんな、そっちの音ですね。ボンボンはこれですよね。側じゃないような、こっちから何山に登るんだろう。登山前に用便を済ますこと。え、登山中のトイレ、そういやどうすんだろう。カメラ、ヘルメットの上というかヘルメットの額部分ですね、よりも上、目の上10センチかないぐらいとこですかね。クマカロン。じゃあ下ります。でまた向かい風っぽいですよ。今日も北風っぽいです。山から下ろす風じゃないじゃないか、これじゃ。やっと出発です。でここから下り切って線路沿いに、線路沿いってあの下の方の何線だっけ、あれ、あっちの方までは多分ネパあります。あれ、どこから降りられる、これ道あるよな。中里とはどっちの方の駅なんですかね。降り切ったところの駅かな、中里駅は。駅あります、あります。駅前、峠駅の駅前ほどすごくはないな、こりゃ。下ったらどこまで行けるかちょっと電波わかんないんですよ。エリア地図で言うと宿のとこどうだったっけ、宿のとこあったかな、電波。今回ん、どこ、エベレストか。いや大丈夫です、出られました。駅前一等地ですよ、この辺り。家建てたら、これが国道、県道確保。バリバリ雪残ってますね。寒い寒いな、これ下るまでこの格好で耐えられるかな。雪が、雪が、見た目ほどは寒くないんですけど、それでも空気冷たい、やっぱり。そう、ウィンドブレーカー来てます。あとは、この食事は何系って言ったらいいのかな、家庭料理よりは豪華なんだけど、なんて言ったらいいのかな。この食事はこだわりの食事ですか。私も行ったことない。そうですね、じゃあ自転車立てかけられるところがあったら。左の自転車は漕がなくて済むから体、体温が上がらないんですよ。朝食のメインは何だったかな。甘いもん食いすぎて私はカロリー的にも相当やばいはず。明らかにずっと普段の生活よりも
本当にただ知らないとか興味ないとかいう話なんで、誘惑はそもそもないんですよね。ユースホテルともありますか。これ雨具です。寒いんですよ。見てわかりませんか。でも見た目よりは寒くないですよね。この残雪があるけどそこまで寒くない。寒いですね。あのリトルジョーがニアバイなので、いくらなんでもひどいね。今はトイレが近くなるんで、そこあたりが嫌ですね。今青がなくなってオレンジ色になって、ウエストバッグつけ直して、明日は直江津です。直江津標高は今ですね、大したことないですよ。ビッグジョー、ビッグの方はビッグベンですね。明日着きます。今日はあの 松の山温泉っていうところの近くの宿です。車はここは通るわけないでしょうからね。風がちょっと強いですから、70m、谷川岳のふもとって言ったらいいのかな。あ、そう延長できたんですね。っていうことはちゃんと行けるかな。1時間で5台は通るんじゃないかな。たまに帰りはそうです。あ、いやどうだっけ、確か Google で Google 乗り換え案内で検索すると、リッチブイザーまで特急で出てから新幹線っていうルートが出ました。こちらで帰るのかなと思ってます。帰りは明日。ああ雪だらけ。電車で距離は20キロぐらいは移動したかな。宿配信は電波がある宿かどうかわかんないんですよ。でも多分アイベアじゃないかな。いやアイベアかもしれない。雪です。今日はアイベアだっけ。でも多分今日は広いとこだから片隅で配信することぐらいできると思うんですけどね。連休後半は続き、直江津までまた戻ってきて続きを走ろうと思ってます。ちょっと待ってください。iPhone4 どこ行った？あった。あ、黒部の方は多分行かないかな。まだちゃんと決めてないんですけどね。ん？オーティックス。あれ？高原。ん？どこが？待ってください。こうして、そう、日本海まで行って、能登半島の方に向かいたいんですよね。最終的には能登空港とかから移動できたらいいかなと思ってます。でもあっちまで行ったら、途中走ってたら時間かかりすぎるかな。あとは新潟北上するという手もあるかなと。そこはあの一旦帰ってから再検討できるので、とりあえず今回は直江津までの予定です。よっと。ただ明日はですね、大地の芸術祭っていう、あの野外芸術作品、野外芸術作品がたくさん展示してある場所の近くに今日泊まるので、明日その野外展示のを見て回ってから、それでもあと帰るっていう手もあります。北線っていうの近くは通ってるんで。村上前行ったな。淡島っていう離れあの小島に渡って、そこから船で帰ってきて特急に乗って帰った駅が村上駅だった。トリエンナーレ、あ、そうそう、それです。トリエンナーレってのはあれ何の名前なんだっけ。おー、あったせいか。おー、すごい 5S ですか。でももう次の世代ぐらいまでは交換しないかな。
光的。でもあの山の景色すごいですよね。北北線はですね、特急が北北線はあのホームから特急見てると、特急が通過するところをホームから見てると子供が泣くぐらいの迫力です。本当に子供が泣くのを私は見ました。鈍行で帰るために。あ、ありがとうございます。あ、そのダム好きの人いましたよ、泊まり客の中に。雪解け水なんですね、これ。果たしてふざけんな、一言だと思って。あ、風が少し弱まってあったかい。そうそう、これですね、東久引っていう、これから今日向かおうとしているところ、あ、まだ知りたいな、に回転寿司富山か。北北線の特急、確かなんだっけ、あ、今ここダメですか、なんでだ。今ここはサーバー自体が落ちてるわけではないんですかね。さっきも見てる方向、谷川岳だっけ、道はないよな。今土樽駅から出てきたとこです。上越線沿い、調子、いや今の水は、ああ配信終了詐欺だよな、これ。やった、延長詐欺。おーまあ、ちお、ちゃんと認識してると思ったんだけどな。あ、あ、あ、こっちで B、 予約は大丈夫、大丈夫、お待ちください。スタート。うん、転送速度は70、10、400、よし、いったで、リロードお願いしますと。これはいつものことなんですよ。ちょっと待ってから行った方がいいかな。これは配信する側が枠が終了したと間違って判定して終わってしまうタイプのトラブルでいつも起きます。こんにちは。今ここではチェックしますかね。さっきオンにしたはずなのにな。パテインはパターンを今英語で書かれたのをそう読んだのか。今ここ、なんで今の人たちどこから来たんでしょうね。ちょっとよし、なんで、なんか動きがおかしいな。改めて、このオン。電波ですよね。高速が通ってなかったらこんなこと、こうはなってないんだろうな。待機中。あ、ちとりさんいらっしゃいませ。あれ、行かない。アップロードされないですね、場所が。サーバーにつながらないエラーも出ずに、ただ待機になってる。なんで？ん？ん？フォームの、そうです。
ちゃんと Wi-Fi はポタファイにつながってて、なんでログインできてないってことではないよね、アカウント。なんでしょうね、なんか場所が送れないです。住所つぶやき、ツイート送信中、つぶやきに失敗しました、ダメだ。なんで、観光地的な意味では GPS ダメですね。なんで今ここ、今消して立ち上げるっていうのは2回ぐらいあったんですけどダメですね。来てないはずはないよな。なんでこうこうこう、なぜかサーバーにアップロードできない。サーバー側のトラブルっぽくも見えない。210待機中、クマ、ダメですね。いや、こっち側の問題だと思うんですけどね。じゃあ iPhone5 からそうですね、やってみましょうかね。私は4と5を両方持ち歩いてます。4の方はもう契約はなくてただの端末ですけどね。マイクに、あれ、今ここどこ行った、あった。じゃあ別プラットフォームからやってみます。5 4 3 2 1、何ができる、あの Wi-Fi にさえつないでおけば普通に iPhone アプリ全部使えます。あ、行った。ってことは iPhone4 の環境の問題か、厄介だな。でこれやると iPhone5 が1日持たなくなるんで、すいません、お待たせしました。これで行きます。さて今日は残りここから50キロあるんですよね。60キロ、しかもアップダウンしかない道で、 GPS の範囲に苦手ですかね。こういう場所にいます。アップデート、あーどうだっけ、 iPhone4 の方は iOS のバージョン上げてないんで、4と5、そうです、4の方は純粋なその iOS の端末としてだけ使ってます。電話としては使えないです。電話しなきゃ、また平坦な道はないです。おはようございます。峠越えるところはトンネル避けて急道に登ろうと思うんですけど、雪があるかもしれないな。あ、だんだん好きな山梨の大好きです。未来の電車にだいぶ違うな。今はここです。今はさっき出したので昼ご飯はどっかで探して食べます。昨日泊まってたユースホステルはかなりの豪雪地帯で、2階のあたりの高さまでなのかな、かなり積もるらしいです。いらっしゃい、風が寒い。ウォルマ、いや今日は山の中に泊まります。昼飯はどっか、多分ですね、線路沿いまで降りたら何かしらあるはずです。確かこの道降りてったら鹿渡温泉のあたり出るんじゃなかったっけ。あ、上越線、線路は今あれの向こうだっけ。今この気温だと厳しいな、私寒さに弱いから。
違うかな。でも昨日あのユースはスキーの感じは全然なかったな。スキーっぽいなんか写真とか、なんかつくしが、つくしがえらいこと生えてるな。それつくし見えますかね。空気がちょっと冷たいです。よいしょ。クマ、いやもう活動はするんじゃないかな。つくしがいっぱい生えてる。三国街道は、一歩向こうの山の向こうの西側のはずですね。気温はこれは10度は超えてるかな。日が出てきたから日陰は10度来てると思います。そうしたあのまま食うとかなり厳しいじゃないですか。なんかプラプラ、あぶねー。マイク落ちた。マイク落ちて車輪に巻き込まれるとこですが、でした。危うく。あぶねー。今どっから落ちてた。声がだいぶ遠くなってましたよね今。お浸し下手、なんていうんだっけ、赤抜きがいるんでしたっけ。マイクは外れました。これはラグかな今、コメントがずれてるのは。危なかった、車輪に巻き込まれるとこでした。コンポタージなってました。私ね、動いてなかったな。あとからそんなには長い期間じゃないですね。バイクが足元まで離れたからです。危なかった。マイクがなくなるとヘッドセットの指が1個だけあるんですよ。そっち使えばまだいけるんですけどね。駅は通過しただけです。でも階段の下の方だけ見えました。あの列車の中から雲が、どうかな。山から離れればある程度安定するんじゃないか。雲の一部は洗って皆さんにも食べてもらいます。やっぱり甘かったあの一部渡るのか。山で1号道の駅で皆さんに食べてもらうために洗わないと。やっぱりでもあの位置も本当美味しかった。あ、ここにもありましたか。左折ですか。あ、ちょっと行けるだけ行ってみましょうか。川沿いに
らしいんですけど、一部屋が1億なんとかだったのが今は100何十万とかオーナーさん言ってたけど本当かな、いくらの店も忘れてないかと言ってます、ね、コンビニないです、商店がいちご高里かな、あの時はちょっと暖かくなってきた、いや特に道ないな、あ、これ道か、行けるかな、ちょっと待ってください、あ、行けますね、道ですね、これ、うん、駅が、田中真紀子先生、リンゴですね、そりゃリビエールだから別荘じゃないのかな、多分この辺り昨日の水上の辺りはベーシアのでかいスーパーがありました、昨日セブンイレブンが潰れてコインランドになってるって私が言ってた、あそこは噂に聞いたらもっと成功なんだそうです、セーブオンはベーシア系列らしい、秘書のためだけとかに夏に来るとかそういうなんかあの生活に余裕とかおありになる方たちのための高いのをちょっと気が見すぎかな、あ、まっすぐ行けばいい、なるほど、ぽいしな、上の方にあのウォータースライダーっぽいの見えるし、なにこれ、いや難しい、いやそこまで、赤い高級車、赤い高級車か、赤いってだけであのなんか旧ソ連的な、ぜひ、そうそう、雪がむちゃくちゃ積もるはずなんで、この駅に出られる、駅は向こう側ですよね、見えたもの、見えるものがあったんですけどね、さて、ちょっと何もしたけど、一人録音してみました、シュゴルハイムの人はテンションいくらなんでも高すぎだと思います、ちょっと高い、暮らしすぎ、ストロハイムさんの声はそこそこ賛否両論あるんじゃないかな、ほぼ裏声でしたよね、あの人、次は高速ですね、関越ですね、ロードスター岩の湯、おはようございます、熱演でしたよね、あれ、もう水溢れてるな、あれでもそうですかね、あのイメージですかね、やっぱ、あ、そうか、あれの方、あれで評判結構いいんだ、ね、なら
動く人がいる。なんじゃこりゃ。釣り堀か。フィッシングパークですね。うわ、水きれい。すごいなこりゃ。多分そう、こういうのいいですよね。水きれい。大盛況ですね。水がむちゃくちゃきれい。ああいう釣りどうなんですかね。こういうとこってあのマス系のやつとは違うのかな。しかしこの水の速さでよく魚もこれ同じとこにとどまってるってことはずっと泳ぎ続けてるわけですよね。つまり多分締まった肉質とかが期待できるんじゃないですかね。あ、魚で、ここはじゃあ、あ、なんだ、あ、電話番、電話だ、ちょっと待ってください。走るなと思ってたんで、ね、え、はい、あ、よろしいですか、わかりました、ねえ、ねえ、見てまた連絡します。ありがとうございます。お待たせしました。ですね、はあのシャワーしかなくて、あの松山山の温泉入ってこなきゃいけないって話だったんですけど、実際に送迎のバスが前を通るので、そこから温泉に行くことができますっていうのをわざわざ電話してきて、いや、そこそこ日は差してます。賛成ハウスからですね、賛成って言ってましたね。わざわざ連絡してくれましたね、自転車で。そう、松山で通ることによって通るルートにしたんで、そこで入ってもいいんですけど、お風呂入った後にしばらくアップダウンで、しかも寒いとこなんで、そう、温泉入った分がキャンセルされるかなと思ってたんですよ。この町は、まだ山越えなきゃダメですね、確か。いつまでに着けるかどうか、それが問題だ。あ、レストハウス、レストハウスだけど、今11時22分で、あ、準備中だ。この辺りの店は多分フィッシング客でいっぱいになるだろうから、とりあえず下った方がいいですね。そうそう、キャンセルがされる可能性が高いと思って、少なくとも1時間ぐらいは自転車乗ってるかなと思って、その後6時に通るって言ってたら、帰りは何時なんだろうな。昼ご飯はどこか店探していきます。あ、さっき公園だったのこれか。入ってる。大人400円、結構安いですね。ちょっと急ぎ目にですね、のんびり走るのが目的なのに今回。まあ、でも途中から放送は電波がなくてできないと思うんで、自分のペースで
ックのために止まることはなくなるんですか？早くなるかな。まあだからそのシャワーで温め直すっていうのを考えたんですけどね。温泉入ってステーションでやるまで着いてから、ここのマンションですね、ホワイトプラザ。バブルの頃に建てられたってやつじゃないのかな。違ってたら失礼ですが、マンション。結構じゃないですかね、多分。世代。私が入社した時はワオル世代じゃなかったですね。違うかな。あ、ここもなんか月見の月じゃない。だいたい最初しか問題起きない。あれ、あっちスキー場です。この町の山の中に一番近いのは松野山温泉。多分延長先ないと思います。越後線が見に行かないってどこにあるんですかそれ。にゃんこは鬼面組のアニメやってたのにちょっと前くらいだから、私は漫画線だ。中でユイとヤマセバビが混じってる。ヤマセバビが混じってる。夕焼け見たことないんですよ。その頃からアイドル興味なかった。あ、ガーラ湯沢ってこの辺りなのか。あの会社の釣り広告でよく見るガーラ湯沢。この辺か、湯沢。これ上越線じゃないですかね。新幹線まだ出てきてないですよね。電車。あ、これだ。馬が。うん。つまり、そんなもう家族の手間見られるわけないじゃないですか。こっそり見ないと。あれ、ツナイトだっけ？ツナイトと、イレブン PM っていうのがあって、ここから左に行った方がいいかな。ちょっと待ってください。イルマンションは割と新しい方ですね、私から言うと。今湯沢町ですね。ホットドッグプレスってこの辺り読んだことないですね。左に行った方がいいですよね。川沿いに行ってもいいけど、ここからはまあ予定の通り行こう。迷ってたらまた使わなくなる。ランタンク好きか、なんで。めっちゃ降ってる。サバダバーがどっちでしたっけ。夜11時からサバダバーだったっけ。どっちがどっちだったっけ。え、もう次の駅が越後湯沢だ。下ったとこが越後湯沢でしたっけ。もっと先じゃなかったっけ。新幹線の駅がかな。ん、あ、さくらさんはカナダのさくらさんですか。もう戻られたんですよね。あ、しらしお疲れ様です。今は新潟に来てます。山越えたのは列車で越えたんだけど、列車でトンネル抜けしたんですが、まだ雪だらけです。で、カナダもまだ雪だらけなんですかね。まだというか、意図的には大丈夫なんだよな。
関越は自転車じゃダメですね。無理、あえてやるとしたらバスリンコぐらいかな。陸陸の方はなんか車が多くて道が狭いってイメージがあって、あの避けました。行ったことないけど。あ、そうですね。あ、セーブ呼ばれるガライザーって駅名だったのか。ここはまあスキーのメッカなんですよね、多分。日本で買っていくものは特にないかな。昨日の麦茶余ってるし。変な。あ、アメリカ縦断。今のさくらさんは？あるでしょう。ただ風が強いから今日も自炊厳しいな。自炊所に持ってきたけど今ちょっと使う気にならないな。あと時間的にも、あ、じゃない、あるある、絶対あるから。私はクロスバイクです。で、マウンテンバイクに、前はマウンテンバイク乗ってて、今またマウンテンバイクに戻ろうと思ってます。まだ下りかな。キーと。まだまだだな。途中のところに峠越えするんですよね。峠越えの手前で昼飯かな。あのね、ありがとうございます。ぜひあの自転車旅行に興味持ってください。いや、桜咲いてますね、そことか。こっちの方は季節がだいぶ違います。自炊は風が強いから、風が強いと自炊しない感じ。雨が降ったらもう帰るぐらいの感じで。あれは桜だと思いますよ。あ、いや、どうだろう、そこ町まだですね。マウンテンバイクのいいところは、私はあのダンシングで遡るときにフロントサスペンションがあると前提のダンシングしてたっぽいです。どうもこのサスペンションなしのクロスバイクでダンシングで登ると足が痛い。ちょっとうまく力が伝わってない感じがする。サプラ的なものが、うっさ。私はドロップハンドル苦手なんですよ、姿勢的に。世間一般ではドロップハンドルの方があのフォームが複数取れる、ポジショニングが複数取れるんで、それがおかしくないかな、いいと思うんですけど、私は個人的にあのドロップハンドルの姿勢が背中痛くなっちゃって苦手なんですよ。あとブレーキかけるときにドロップハンドルはブレーキがかけにくくて、手が小さい私はちょっとあれもそういうことになるんですよ。なので私は人にロードバイクはやめた方がいいとかいうのは全く言うつもりもないし、大体はロードバイク乗った方が皆さん快適だと思います。ただ私個人はロードバイクはちょっと苦手なんですよ。っていうのはあまり細かく言うとまた行ってやがるって言われるな。別にあのロードバイクの手当たりは個人的に合ってるのがマウンテンバイクだってことなんですよ。これは雪でぶっ潰れたのかな。雪あるある、いくらでもあります。前提のビジットの、ああ、そうそう、それも乗り方次第でしょ。まあ、私はドロップハンドルの事実持ってたんで、とりあえず嫌いではないです。一応は畳式のロードバイクなんで、あのちゃんとしたロードバイクとはまた違うけど、
街道と通りしたのか。ここは電波いいはずだけどな。電波いいはずだ。FM にエラーかもしれない。ちょっとチェックします。あ、本当だ、越後湯沢だ。あれ？越後湯沢。車あるかもしれないな、姿勢的には。ん？あ、電波だな、こりゃ。電波っぽいですね、と。ちょっとつなぎ直すか。ダメだったら通常なしにしよう。ロード、いや、それは変形だと思うな。プライマーサイバーエラーだ。通常なしにしよう。よっと。よいしょ。よし。これで少しはいったかな。ロードバイク否定派、私はそのロードバイク否定派の考え方は偏見だと思う。だから私自身はロードバイクに乗ってないだけであって、ロードバイク否定してるわけじゃないんですよ。まあでも偏見もそうなんですよというか、私はそこまで思ってないです。ちょっとかっこいい機能ありますね。あとあれ、あの看板なんか変わった形してますね。通常配信にしました。どうぞ。いや、屋根付きなのか、あの青看板。悪くなった。音質は結構いい設定にしてたんじゃなかったかな。で、今これ三国街道と合流しました。道が超太くなった。超、そうそう。音悪くなったのはあれ、音、ああちょっとでかいか。ああこのぐらい。あれ、音質重視だからこれ以上音質は良くならないはず。画質は超残念になりますね。 FM エリと比べると。コンビニ、さっきもセブン1軒ありました。この辺り本当にベーシア傘下の、ベーシア傘下がこのセブンです。イオンは割り込めてないらしいです、こっちの方。 GoPro、 あ、そうだ、 GoPro 大丈夫かな。すいません、まだついてる。昼飯はもう一度どっかで食べるかな。成分はぼやけてる。ぼやけるというか解像度が落ちて、そう、ベーシアはむちゃくちゃ強いみたいです。ベーシアが強いからイオンが確かですね、群馬県もベーシア、イオンが確か2軒しかないとか言ってたような、昨日皆さんとかが。ベーシアは前、私か千葉県の鴨川でも見ました。パッパさんちっていうライダーハウスの当時移転先にあった廃屋、改装中の廃屋に泊まった時、あの時ベーシアで買い物してきました。イオンはジャスコでしたよね。多分そうじゃないかな。セブンあった。いや、体育制限がなかったかな。ありますね。じゃあ、行きます。
には湯沢駅としか書いてなかった。だいぶ市街地になりましたね。駅は今そこにあるのは湯沢町保健医療センター。ここは特に書いてない。正解はゲイデーサリスターか。あー、いかがまた忍者スレイヤーネタは関係ない動画とかのコメントに出てくるとあれ送り出してないんですよね。最近忍者って文字列が出るだけでそうだからな。なんだっけ、この動画ネタもあらゆるところで出てきますよね。技前ああいうのも繰り返してないよな。他の今のネタ、すみません、忍者スレイヤーっていうやつのネタで、スレイヤーネタ、あらゆる事象をすべてブッダがゲイのサディストだからっていうふうに答えるっていう、なんかしきたりの問答があって、完全問答って言ってますね。昔の、いや今ツイッターとかでやってる忍者小説的なやつです。安泰性、アンチのことを、アンチっていうのは英語だとあれ安泰のことをするって言ったんですか。安泰とあと反体制っていうのを混ぜて安泰性。おお、駅前だな。でも店とかはやっぱ少なくなってるみたいですね。でも少なくとも今は空いてるんで少ないですね。多分これシャッター降りてるところはほとんどシャッター降りてるな。冬場しかやってない店とかあるのかな。今大衆食堂あったな。駅でっか、でか。本当 HV座はここだったんだ。でか、むちゃくちゃでかいですね。視界に入りきらない。あ、同行列車だ。同行列車が今行った。石田の機嫌、それ言ったら忍者スレイヤーの世界の中では平安時代に忍者が日本を支配して、でその後に江戸時代があって、で現代っていう。おはようございます。ちょっとこれをパノラマで撮っておくかな。ちょっと待ってください。十日町まで、車と列車的にはすぐ近くですよね。自転車だともうちょっとかかるんじゃないかな。よし、撮った。話しみすいません。あそこは十日市場ですかね。駅前で飯食っていくかな。今11時43分か。でもそんなに腹減ってないんだよな。でも朝飯食ったの8時過ぎだから十分時間経ってるよな。無駄な。タクシーあれですね。大衆食堂っていうのがあったから、じゃあここで食っていこうかな。お客さんはいるかな。この名物どか盛り天丼です。魚沼きのこのどか盛り天丼。
ドカ盛り私苦手なんですよ。ドカ魚沼きのこと越後もち豚卵とじ丼840円とか。ピンクあった。そうですね、あんま走ってないし。で、今のが蕎麦屋さんで、こっちが大衆食堂。値段はそんな高くないですね。大衆食堂駅元。蕎麦うどん系、月見蕎麦が600円。カレーが650円。で、あれなんだ、ささみ定食1000円、おでん定850円。どうしようかな、さっきの蕎麦屋さんの方に行こうかな。以外、夏場とか確かにオフシーズンですかね。お酒、お酒ありました今。おでん定食と、じゃあこれ食べるかな。もち豚の生姜焼き定食は1050円、煮魚の定食945円。ドカ盛り行かない、ドカ盛りは、いや、ドカ盛りやめときます。じゃあ、また例によって昼飯の時間は放送止めさせてください。予約したけど今1時間ちょいしか放送しなかったですね。じゃあ昼飯食ったらまた後で再開します。時間的にやばいな、こまめに宿に連絡しなきゃいけなくなるかも。そばへちょっと、さっき愛媛陸選手が言ってた人だ。じゃあ行ってきます。さて、配信ちゃんと停止できるか。できる。じゃあ、お疲れ様です。また後で、できれば12時半じゃ再開したいです。では。お別れです。いただきました。遅い。じゃあ、GoPro も停止します。